はい。あなたは、阪神競馬の芝で、買うべき馬、買うべきでない馬の見分け方、ご存知ですかえどうも、競馬ブロガーの加藤ちゃんです。えー、僕はおかげさまで4年、えー、ツイッターとブログで、競馬の情報発信の方をさせてもらっています、えー。僕は人に自分の考えを伝えることで、その人の解釈の幅を広げたり、 あるいは、情報をプラスすることで、その人の現状を良くできる、そんな人はかっこいいなと思って、そうなりたく、えー、競馬の情報発信を2017年から4年やらせてもらってます。えー、さて、今回はですね、えー、Twitter のフォロワーさんから、阪神の芝のコツってあるんですかっていうのを、阪神芝で買うべきは、買うべきでないものの明確な違いってあるんですかっていう声をいただいたので、 えー、今回話していきます、えー。これを理解していないとですね、あなたは、えー、最後、自分が買った馬が最後の直線コースで、さあ、ここからだというところで、なぜか伸びない。自分が大金をかけると、狙ったかのように伸びない。そんなシーンを見ることになります。そして、なんでなんで自分が大金かけた時に限って当たんないんだと。そんな風に。 えただただ嫌悪感にまみれてかつ SNS で他人が的中しているのを見て何で自分だけ当たんないんだとなんで自分だけこんなにも運がないんだとそんな風にただ落ち込むだけになってしまいますえでもこれを理解してゃればですねあなたは他人がいやこんな馬来るわけねえじゃんっていう中でもあなたはその来るべき穴馬さえ見つけることができレースが終わった後にはいやちょっと競馬の師匠教えてくださいと あなたは競馬の師匠だと。ちょっと教えてくださいと。えー、昔自分を馬鹿にしてきたそんな人になってギャフンと言わせることができます。では、えー、そうなるためにですね、知っておくべきなのが、阪神の芝で買うべき馬、買うべきでない馬の区別の方法です。どういうステップを踏めばいいか。それは、2ステッパーです。2ステップ。1つ目は、その馬の過去成績を見ること。その馬の過去成績を見ること。で 二つ目、過去成績をどういう視点で見たらいいのか。これが大事です。それは、過去に阪神芝や中京芝だけで、なぜか馬券県外に敗れている馬。京都や東京、あるいは他のローカル競馬。ここでは馬券になっているのになぜか阪神と中京だけでは成績が振るっていない。こういう馬は、阪神コースでは狙うべきではないです。 なぜかというと阪神芝と中京芝というのは時計がかかる芝という共通点があります時計がかかりかつ直線が長く直線に坂のあるコース直線が長く時計のかかる芝でかつ直線に坂があるこの3つの共通点が阪神と中京ではありますなのでこの阪神と中京だけで凡走しているということはその3つの要素が苦手であるそのまま苦手であるということが言えますなので、 阪神芝馬券を買うときには、過去に中京と阪神芝での高成績を見てください。そこだけ暴走しているならば、買ってはいけません。逆にそこだけ高走している場合は、最近どれだけ成績が振るっていなくても狙いにできます。では今すぐ、えー、阪神芝のレースの出馬表を見て、確保成績をチェックしてみましょう。えー、それでは以上です。ありがとうございました。 なお、最後まで聞いてくださったあなただけにお知らせです。過去、これまで4年間、2017年から4年間、おかげさまで愛されてきた、最新の帯ーゲット、禁断馬券術の全貌、これをですね、意見が欲しく、ファイルに実はまとめてあります。下記、概要欄のブログのリンクの方で、ぜひ見ることができます、受け取ることができますので、ぜひとも今すぐ概要欄の方を見て、そこのブログの URL、タッチしてください。それでは以上です。ありがとうございました。